皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、女性に多いアルツハイマーは亭主が原因というお話をさせていただきたいと思います。女性に多いアルツハイマーは亭主が原因で、最初にですね、申し上げておきますが、私の外来に、来られている、男性が全てというわけではありません。本当にですね、我々が、頭が下がるような献身的な介護をされている素晴らしい、ご主人様がもいっぱいいらっしゃいます。本当に改めてこの場を借りてですね、本当にご苦労様って申し上げたいです。ただそうじゃなくて、本当にこの人ってもしかしてこの人が奥さんの認知症の原因になってんじゃないかなって思わせるようなご亭主の方が結構いらっしゃるというのも事実なんです。で、最初にですね、まあ認知症の男女比についてお話をさせていただくわけなんですが、まず認知症っていうのはですね、まあ総称なんですね。いろんな原因があって、たものが一つの病態として認知症なんですが、認知症自体としてはですね、やはり男性が 1.6 倍多いんです。男性が 1.6 倍女性より多いんですね。で、ただその中でこう、いろんな病気が認知症の中にもあるんですが、その中でまあ一番頻度が多いと言われているアルツハイマーというのがあるんですが、そのアルツハイマーに限ってはですね、女性が 1.4 倍なんですね。こうなんで、認知症全体では男性が多いのに、アルツハイマーという病態に関してはですね、女性が多いのかなっていうのはこれはすごい不思議なんですが、でこれまあいくつか理由があるわけであります。でこれなぜかっていうとですね、まず一つ目はですね、女性の方が長生きをするということになります。まあアルツハイマー型認知症というのはですね、他の認知症に比べると高齢になってから発症することが多いんですね。ですからそもそも男性の場合は、平均寿命が女性よりだいたい6歳短い、だいたい81歳ですから、もうまあそういったアルツハイマーとか発症する前に亡くなる方が多い。逆に、女性の方は、それ以上に、長生きをしてしまうからアルツハイマーになりやすい。まあこれも確かに一理あります。で、もう一つはですね、エストロゲンの、なんですね。エストロゲンっていうのは、まあ女性が、若いうちはですね、まあ生理があるような時代はですね、分泌をされているんですが、それが認知症の進行を予防すると言われています。だからまあその働きがですね、いわゆるこう閉経をしてからは、なくなってくるもんですから、女性はエストロゲンの、働きがなくなるから、女性の認知症にアルツハイマーになりやすいということになるんです。で、実はですね、もう一つ、まあ、今回の主題になるわけなんですが、本当にこれは僕の独断ではなくて、うちの外来をやってる看護さんや受付もですね、ある意味困ってるんだけど、まあ、ちょっと困ったご主人様が本当に多いんですよね。本当に多いんです。で、どんな風に、困ってるかっていうとですね、ある意味ね、すごい独善的なんです。独善的。一人、善、独善的なんです。で、独善的っていうのは、辞書を調べるとね、他人に関与せず、自分の身だけ正しく収めること。他人に関与せず、自分の身だけ正しく収めること。で、もう一つが、自分だけが正しいと考えることっていうことなんですね。で、本当に外来をやってると、あまりにも同じタイプのご主人の人がいて、で本当にこの独善的なご主人が、アルツハイマー型認知症の原因じゃないかなって、本当に皆が感じるぐらいなんですね。で、ある意味、そういったご主人たちってもうとても個性が強くて、まあ、とにかく自信満々で自己主張が強くて、もう本当にスタッフもね、正直困ります。で、もう外来で診察を待つ間ももう始終スタッフにまあ文句を言ってきたり、まあいろんな意見を言ったりだとかも、まあ変なし、診察室入ってもですね、なんかどちらかというとこう、なんかこう、苦言から始まるような感じなんですね。で、まあ、もちろんですね、本人はそんな自覚は全然ないわけなんですね。ただもう、
奥さんの診察を我々しているのに、もう僕はもう食事は気をつけ、運動もしてて、もうきちんとした生活をしてますよって言われる。しかし、でもうちの妻はね、結構いい加減で僕が言ってもやらないんだよね。だからこうやって認知症になっちゃうんだよね、みたいなことを本人の前でも平気で言っちゃうんですよね。だからね、これを毎日このご主人に言われていたら、奥さんはそれにもう、歯向かうことはできないだろうなと思うんですよ。そうすると結果的にもう自分の奥さん自身のですね、思考を停止させてしまって、るんではないか。もう本当に独善性という危険因子がですね、なんか形を変えて、こう、配偶者を認知症にさせてしまうんじゃないかなと思うぐらい、またこのタイプの人っていう感じの人が本当に多いんですね。だから僕は最初に全ての旦那さんがそうではないってことを改めてお伝えしたわけなんですが、ある一定数の中で、本当に、またこのパターンの旦那さん、このパターンの独善的な旦那さん、自己主張の強い旦那さん、いつも文句言ってる旦那さんみたいな方がですね、いるとですね、これ、やはりお伝えをしておかないかんのじゃないかなというふうに思ってるんです。だからもし皆さん、この番組を聞いておられる方もですね、もしかして、自分って、奥様の立場で言ったときに、自分ってもうほとんどもう思考停止してるんじゃないかなと思ったらですね、気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。で、どうやってやればいいかって、とにかくやはりですね、やはり夫婦っていうのは、夫婦ではあるんだけど、それ以前にやはり自立した人間なんですよということで、もうとにかくどちらかに従属的になってはいかんのです。で、あまりにも従属的になってしまうと、逆にも自分の意思を表面にしたり、思考することを放棄しちゃうことになるもんですから、これは本当に認知症にとっては良くないんですよね。だからもうそれぞれ独立して考えた方がいいんです。で、僕の外来でね、90歳超えてもとても元気なご夫婦がおられる。ご夫婦がいる。仲がいいとは思うんだけど、結構言いたいこと言い合ってるんだけど、その奥さんがね、言ってたんですよね。夫婦互いに元気なコツはね、自分は自分、あんたはあんただよって言った。いいですか？これ名言だと思いません？自分は自分、あんたはあんた。ね。だからここに従属的である必要もないし、相手を従わせる必要もない独立した人間なんだよということになります。で、僕はね、外来なんかでもよく言うんだけども、夫婦なんていうのはできるだけ一緒にいる時間を短くした方がうまくいきますよって言うんです。だからよくね、定年退職後はですね、一緒に夫婦で旅行するって人もいるんだけども、これ、本当に夫婦ともどもがそれを好んでいるんであればいいんですが、そうではなくてですね、どちらかがしょうがないから付き合おうかなと思っているんであればですね、それはもうやめた方がいいんじゃないかと思います。もう奥さんは奥さんで自分の友達と行けばいいと思います。で、そこがやっぱあと男性が問題なんだけど、じゃあ男性じゃあ奥さん以外と誰と行くんだって言った時に、やはりそこで自分でコミュニティを作ってですね、やはり、奥さん以外でコミュニティでこうやって旅行に行けるような仲間を、作っていくということも大事なんだと思います。これらの根底にあるものというのはですね、とにかく楽しむこと、心地いい、人生を心地いいと思うということはですね、これは僕がずっと言い続けている、海馬という記憶を司る先端についている扁桃核というのがあるんだけども、その扁桃核を刺激することで認知症の進行を予防するということが明確に分かってますから、どうぞ皆さんですね、常に相手にですね、従属的になり、相手の独善性を受け入れるだけではなくてですね、自己主張をし、夫婦それぞれ自分は自分、あんたはあんたの精神でいくことがですね、脳の奥深い扁桃核を刺激して認知症を予防するということにつながるんです。どうぞ皆さん、女性に多いアルツハイマーは亭主が原因っていうね、もちろん心当たりがない方は、さらっと聞き流していただければいいんですが、どこか心当たりがあるという方がいらっしゃいましたら、早いうちに、ある程度対策を練られた方がいいんではないかなというふうに思います。